こんにちは。今日は阪急百貨店に買い物に行った時にイルミネーションショーをやってたので撮ってきました。たまたま見たんですけども、すっごい迫力があって綺麗でした。朝11時から1時間おきに上映されて12月25日までだそうです。くるみ割り人形イルミネーションショーは毎日午前11時より1時間ごとに上映しております。
ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画も楽しみにしててね。楽しんでいただけたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。